はい、皆さんこんばんは、ミセルの日常です。今撮ってる動画は大会のちょっと結果だけ速報という形で、もうこのまま皆さんにお届けします。で、本日モーラカップ、挑みまして、メンズフィジークノービスとオープンクラスに出場させていただいたんですけど、メンズフィジークノービスクラスの方で一応まあ第2位という結果、いただきました。過去最高の順位かな。今まで3年間フィジーク出てきて最高の順位が4位で、4位3回ぐらい取ってるんですけど、やっとねちょっと垢抜けできたかなというところです。ただ、今回の範囲がですね、坂部さんにちょっとお伺いしたんですけど、丈がサーフパンツがねちょっとなんかだらしないっていう風な指摘を受けまして、まあ、これどういうことかっていうと、まあフィジークってあんまりこう腰パンじゃないですけど、下に履いちゃうと寸胴に見えちゃって良くない、おへそから下が長く見えちゃうと良くないから、しっかり来週までに詰めてくると言われました。まあ、詰めるかもしくは新しいサーフパンツを買えと言われましたので、明日早速ちょっと買いに行くか詰めるか、その辺はちょっと検討します。ただまあ来週ね、ちょっとこの動画で発表するんですけど、ビーフ佐々木クラシックにも、ちょっと私出場させていただきますので、カテゴリーは今日と一緒、ノービスとオープンです。まあオープンはちょっとね今日もあんまりセカンドコールだったんですけど、まあまあその辺はやっぱ自分のまあお得意の絞りだけじゃもう金量の差は埋められないということで、ただノービスクラスはまだ賞賛があるというか、今日のフィードバックも受けて、まあ、コンディション、腹筋はすごい良かったから、あとはもうしっかりそういうビジュアル的なところも含めてしっかり突き詰めてまた、参加してくださいというようなお話だったので、そのフィードバックも含めて、来週こそは、優勝できるようにちょっと狙って頑張っていこうと思います。残り1週間、はい。でまあ、ちょっと最後になるんですけど、今日までね、とりあえず5ヶ月間減量だったんですけど、まあ、来てくれたお手伝いしてくれた小助くんだったりとか、まあ仲間、本当たくさんの方が今日来てくれて、もうサプライズゲストでも本当何人も来てくれて、なんかもう話したらキリがないぐらいもう嬉しくて、やっぱもう感極まっちゃってね、ちょっと泣いちゃったんですけど、やっぱこの茨城の水戸って自分の地元からも3時間かかるところを4時間かけて来てくれたりとかっていう子もいたので、なんて言うんだろうな、ただ自分が好きでやっている競技でこんなにもたくさんの人に応援してもらって、無事ねこう結果も少し残せて、まあ、ちょっとは恩返しできたのかなと思います。はい、一人一人に本当はありがとうございますって頭下げて挨拶回りたいぐらいなんですけど、ちょっと本当たくさんの人が今日いらっしゃって、まあ、もちろん挨拶はしましたし、まあ、この動画見ていただいている視聴者の方もそうだし、僕が勤めているガイアジムの会員さんもそうだし、家族もそうだし、もう本当キリないキリがないぐらい、たくさんの方に今回お手伝いいただいてサポートいただいて、過去最高の順位をねいただくことができたんで、その辺まず感謝申し上げます。ありがとうございます。はい、最後になりますけど、来週こそは、ね、優勝、すごいレベルの高い大会で、ビーフ佐々木クラシックってすごいレベルの高い大会なんですけど、まあ、挑戦するっていう気持ちで、しっかりコンディションをまた作って戦っていきたいと思いますので、皆さん来週の動画も、ちょっと撮れるか分かんないんですけど、一人なんで撮れる範囲で撮っていきますので、お楽しみにしていただければと思います。モーラカップ今日のコンテスト動画はまた後日しっかり編集して、アップしますので、その辺もまたチェックしていただけたらと思います。はい、以上、今日は、報告動画という形でちょっと、撮らせていただきました。皆さん、また次の動画でお会いしましょう。最高。